ひろゆきさんは会社をしたと思いますか？社員や外注など人に対してモチベーションを上げようとして効果があったやり方がありますか？また人のマネジメントに関して成果に達する効果的な仕組みがありましたか？ああ、ほっとく。ほっといてもこの人は勝手に何かやるんだろうなっていう人を採用する。で、ほっとく。一生懸命世話をかけて伸びる人もいると思うんですよ。でもそれって分かんないじゃん。世話をかけて伸びる人、世話をかけて伸びない人がいるんで、ほっといても伸びそうな人を採用した方が多分うまくいくんじゃないかと僕は思ってます。奥さんが一緒に働きたい人にどんな性格やスキルを持ってほしいですか？男女別で教えてほしいです。男女変わんないですけど、まあメンタルが安定してるかどうかとかですかね。やっぱその安定してない人って何やらかすか分かんないので、予想外のトラブルを起こすんですよね。で、頭が悪い人って実は予想しやすいんですよ。頭が悪い人がやらかすことって、やるべきことができてない、もしくは提出物が遅い。金曜日までできてるはずのものができてませんでしたとか、締め切りすぎて、じゃあ3日後に上がるってものが上がりませんでしたとかっていう、時間軸の問題で解決するんですよ。あとその理解をし間違うとか、言葉遣いを間違うとか、悪意がなく、その相手の人を怒らせてしまいました。でもこの人バカなんで悪意がなかったんですって謝ればよいとかっていうので、実はそのパターン限られてるんですけど、メンタル安定しない人って、すごく頭がいいので、ムカついたから、この会社に本気で危害を加えてやろうみたいなことをやるんですよ。昔、ヤフーで、個人情報流出事件っていうのがあったと思うんですけど、あれを流出させた人、僕知り合いなんですけど、この人、結構優秀な人で、ヤフーの子会社、じゃね、派遣かなんかだったかな？関連会社に勤めてたんだけど、この会社ムカつくから、ダメージ与えてやろうと思って、リストを盗んで、知り合いにそのリストを渡したんですよ。で、その知り合いが、ゆすりをして、バレて捕まって、ヤフー個人情報流出っていうことで大問題になったんですよ。無能はリカバリーできるんですけど、有能は敵に回るので、リカバリーできないんですよ。会社をもし安定させたいんだったら、有能な人より無能な人で回る組織を作った方が、全然安定しますよ。はい。続いて、ジョジョさん。はい、ジョジョさん行きましょう。さあ、ということで、はい。30代男、現在進行形で妻に嘘をつき続けています。妻とは高校からの付き合いですが、付き合って1ヶ月ほどで1度目の浮気。この浮気は速攻バレてしまい反省、うん、今度浮気をしたらあそこを切ると誓いを立てる。なので次からはバレない工夫が必要と勉強になりました。1年経ち、大学サークルで女の子の後輩2人と同時進行で2度目の浮気。大学内であの人に近づくと妊娠すると噂が駆け巡りました。なのでバイト先で1個上の先輩と3度目の浮気。狙っていた先輩は落とせませんでしたが良しとします。そのうちバイト先に新人が入り4度目の浮気。体の相性はバッチリでしたが、メンヘラのため友達になすりつけ依存を回避。その合間にバイト先の同期と5度目の浮気。こいつやりまのためカウントしなくてもいいかなと思っています。そして社会人になり結婚。結婚後に浮気すると金銭が発生してしまうため、しばらくは風俗でお茶を濁していましたが、風俗嬢とプライベートで6度目の浮気。そのタイミングで単身赴任が決まり東北へ。赴任先で近々結婚する女の子に相談を受けているうちに7度目の浮気。この時に社内で役職付き管理職になりました。そうなると人事権を行使し、好みのタイプを部下にできるためムラムラが止まりません。ついに人妻部下に手を出してしまい、通算8度目の浮気。その後単身赴任の任期4年が経ち、地元に帰還、現在に至ります。今コロナ禍の状況で身動きも取れないため浮気はしていません。8回という末広がりで縁起もいいため、今ここにまた誓いを立ててます。地獄に落ちろ。なんでうまくこう落とし込んだ感出してんの。そう、まあだから、まあ、さっきねマッチングアプリのそのアホな女性もいましたけど、男も大概ですよ本当に。まあでもこの人、まあ、モテるんだろうね。30代だから毎年に1人は、うん、はい、でそれ要は嘘ついてないわけじゃん、まあ、結婚してるよって言って相手が来る状態っていうのはかなり魅力的なわけじゃん、はい、要はその不倫でもいいですっていう人だけを 手出せるわけだから。そうだね。で最後のオチも含めてやっぱこの人ね、うん、頭もいいから多分話もうまいんだろうなって気はするよね、まあ、ちゃんと管理職にも出世してるしね、こんなことしながら、うん、でちゃんとバレてないからもうこういう人はそうなんじゃないの、うん、いやでもねこの人にもねマッチングアプリでバレてほしい本当に。でこの人 の買ってよかったいいもので、はい、買ってよかったもの、はい、いえもう浮気をしないように後戻りができない状況を作りました。僕には帰るところがあるんだ、こんなに嬉しいことはない、はい、地獄に落ちろ、はい、アムロに謝れ。8回浮気した人は面白いけどさ、うん、浮気の嘘ってそんなに面白いの多いの。いや面白くないんですよ。8回まで行くともうなんか超えてくるんだけど、ちょっと実は嘘をついていて同僚の人妻と付き合ってますっていうバカ男のエピソードもあるし、相手が既婚者なんですけど付き合ってますみたいな、自分の頃に嘘をついて一緒にいますみたいな、肉体関係ですみたいな女性もいて、
自慢なのかね、うん、なのかななのかな、匿名だからね言えるってのもあるんじゃない。あ、まあなんとなくその心の中に隠してるものをちょっと世に出してみたいみたいな。そう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 、だって知ってる人に言ったらすもう破綻じゃん。でも破壊の人は知ってる人に言ったらむしろすげえなお前ってなってるんだよねでも役職なくなるよあの人本当に世に出たら。いやでもそれで例えばじゃあ会社と面接にあの人が来てそのエピソード出したら、あこの人優秀だなと思って僕採用するけどねあの要は異性の人に対してそのスッと入り込めるだけのさ話術なり見た目があるわけじゃん。でそれをあの完全に隠し通せるだけの管理能力もあるわけだから相当優秀だと思うんだよね。普通無理だもんあんな8回も、うん、しかも結構身近な存在、なんかその、 あのよくそのカウントしないみたいなの含めてさ面白いじゃんそうそう、要は簡単なやつだからでもカウントしませんみたいなさそうそう、だってあのスルーされてるけどあの途中であの同時に2人と付き合ってるっていうの1カウントしかしてないからねあの人。そう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 うん、だからあれだけじゃないんだよね多分ね。相当モテるんじゃないですかね。うん、別の仕事した方が儲かるんじゃないかね。あの元キャバ嬢出身の芸能人とかいるじゃん。キャバクラで人気があるとかで、だからあのまあ人当たりと見た目が人気があるからそのまま芸能人になりましたみたいに言えるわけだから。うんうん、だからそれなんかすげえ、ね、そのナンパがうまいとか浮気がうまい人って結構タレントになったらうまくいったりするのかね。人と人とのやり取りでしかもそれを気持ちよく進行できる能力だから、まあ芸能界とかでも生きていけんじゃない？